馬長。馬長、馬長、旧平成5年、176年勝負2年、222年は、中国五冠末期から三国時代にかけての職官の将軍。字は猛期。送り名は、以降。司令夫婦氷茂良県、先生省公平氏の人。三国主職氏に、捨てがある。五冠の名称、馬園の子孫と称する一族の出身。 祖父は馬平、小広氏。父は馬頭。弟は馬急、馬鉄。重帝は馬体。妻は、養子、当子、側室。子は、馬明、馬将。娘は、竜治の妻。父が胸族との根結であったため、転略、この地を引いている馬長も漢王朝の支配を受けない、民族からの辛抱が扱った。漢中の独立軍閥の蝶の座を、 父から引き継ぎ、曹操に服属していたが、後に関水と共に、曹操に反乱を起こして敗れた。一族も勢力も失い流浪した末、液州の劉備の下に身を寄せ、工具を受けた。父と関水が義兄弟として友好関係にあったが、やがて対立して争うようになり、馬頭の妻子が殺害された。馬長は若い頃、関水軍の援行に、矛で刺されかけ、 さらに折れた矛で首筋を殴られて殺されそうになった三国志義士、超貴伝が引く李略。この時、曹操の命令で漢中鎮定の任務を帯びた司令行為の昭洋が両者の間を仲裁し利害を解いて説得したため、馬頭と冠水は和解した。懸案七年、二百二年、昭洋の要請を受け、馬頭は曹操への援軍として馬長に 部下の宝徳ら一万余の兵を率いて出陣させ、兵用で、各園、甲強氏を討伐することとなった。馬長は、司令行為の特軍十字に任命され、宝徳らと共に、各園と戦った。馬長は、自身の足に矢を受け負傷したが、その足を袋に包んでなおも戦い続けた。彰直によって、助手士となり、後に、歓喜大部に任命された、天略。 県案十三年二百八年、関水と再び不仲となったため、馬頭が入朝すると、馬長は偏将軍、都弟公に任命され、父の軍勢を引き継いだ。県案十六年二百十一年三月、曹操は商用、加工園らに命じて、関中の長老を討伐しようとした。この動きを見て、馬長ら関中の諸将らは自分たちが攻められると、 疑心暗鬼になったという。この時、関水は、長武氏の反乱を鎮圧するため遠征していたが、馬長は、遠征から戻った関水に、商用は私に、関水殿を捕まえるよう命じました。彼らは信用できませんと言い、早々にこう人質を出している関水が逃げ切らない。態度でいると、馬長は、自分は父を捨てて、関水を父とするので、関水もこう捨てて、 自分をことを持って欲しいとで言い、進んで反乱を持ちかけたという、三国志義史、長期伝に引く、義略。馬長、関水は、曹操と敵対し、両秋、リタイル、聖与ららと共に兵を挙げ、この強欲の軍権にまで呼応する者が、相次いだ。この時、乱年の竜有名は馬長に従わず撃破され、曹操の下へ逃亡している。また、 慶長の各社の加広氏を拉致し、馬長のために布告軍を寄贈させたという、三国主義士、王明殿。馬長が十万の軍勢を率いて、高賀南岸の洞水の地に布陣したが、曹操は曹治に同艦を防がせた、同艦の戦い。同年七月、曹操が到着して、高賀の南岸に布陣し、北岸の馬長らの軍と対峙した。曹操は、徐皇。 シュレーラに、黄河を渡らせ、陣地を構築し、領境を破った。続いて、曹操も、道館から北に、黄河を渡ろうと試み、先に兵を溶かさせ、曹操は巨著が率いる、トラ百人余りと共に殿軍となったが、馬長は、騎兵一万余りを率いてその殿軍にもおをかけた。その荒烈さに、曹操軍は混乱し、曹操自身も巨著がいなければ、 命を落とすところであった。曹操軍の天軍行為、帝明らが起点を聞かせて、牛や馬を解き放ち、馬長らの軍を混乱させたため、曹操は渡化することができた、三国志義士、武帝器、徐光殿、巨著殿。その後も激しい攻防が続いたが、次第に戦局が膠着し始めると、馬長、関水と曹操の間に階段が設けられた。馬長は、己の武勇を頼みに、 階段の場で曹操を捕らえようとしたが、護衛の巨著がいたため実行できなかった。同年9月、曹操が核の利漢の策を用いたため、馬長は関水に疑念を持ち、不和となった。その隙を見逃さなかった曹操に攻撃されて、大敗北を喫し、馬長と関水は逃走した。陽秋は曹操に降伏し、罪を許され交流された。 曹操が引き上げようとしたとき、部下の陽岡が、馬長は、関心、ゲーフのような武勇を持ち、強族に振幅されているので、警戒を怠ってはなりませぬと進言したため、曹操はもっともだと答えた。しかし、イケルハクとタギンが、果敢で反乱を起こしていたので、曹操は帰還した。懸案十七年、二百十二年五月、馬長の反乱に連座する形で父と、 一族二百人余りが処刑された。馬長は、共族の兵を集めて、牢城で放棄し、軍や、県のほとんどが馬長に降応した。馬長は、騎乗にこもった領収士氏のイヤス氏を騙して殺害し、騎乗を根城にして、同州の他の城を味方につけ、自らを正々将軍、兵衆牧、領収の軍事総督と称した。救援にやってきた、過去園を撃破し、 天族の千万、明を味方につけてその勢力を盛り返した三国式士,士、武帝儀。しかし、イエス氏の復讐のために拒兵した、洋からの抵抗により騎乗を奪われ、一族の多くを再び失い、冠中の長老を頼って落ち延びていった。その後、長老に兵を借り出地回復を試みたが、イエス氏の急進、長登るとその妻大井の抵抗に会い、加工縁、長らが、 援軍に来たので、勝利は得られなかった、三国志記寺、洋花殿が引く、列女、河口殿殿及び長伝、長殿。電略によれば、馬超は何度も長炉に兵を借りて、領収を取ろうとしたが失敗した。やがて、長炉敗下の洋子炉らは、馬超の能力を非難するようになったという。馬超の方も長炉に不満を抱き、内心鬱々とするようになった。検案19年。 214年、馬長は、駅州の劉将を生徒に奉していた劉備に密書を送り、降伏を申し入れた。馬長は、妻子や部下を、官中に置き去りにして出奔した。劉備は、馬長の来光を聞くと、すぐさま死者を送り馬長の軍病を迎え取らせた。馬長が劉備に基準したという噂に恐れをなした。劉将は、ほどなく降伏し、職は、劉備の手中に入った。 馬長は劉備により、平成将軍に任命され、臨相を治め、都弟校に再び封じられた。自尊心の強かった関羽は、馬長が誰に棄権するかを、諸葛亮に、所管で問うたが、関羽の性格を知っていた、諸葛亮が、馬長は長飛に棄権するが、関羽には及ばないと述べたので喜んだという。法は、その野心を警戒した、諸葛亮が劉備に密告したために、 左遷されることとなった。法は左遷される前に、馬長を訪問すると、劉備を批判した後、君が外で兵を挙げ、私が内を取り持てば、天下は、思いのままであると馬長に反乱を持ちかけた。流浪の末に基準した馬長は、自分の身を危惧していたのでこの言葉を受け入れず、法が帰るとその言葉を上表したため、法は処刑された。三国士職士、法殿。建安年。 二百十七年、馬長は、劉備の冠中攻略戦に従軍し、壁方面での作戦に、長妃、豪乱、雷道らと共に参加したが、双行、双休らに阻まれ、目立った戦果を上げることなく撤退した、三国四季史、武帝機及び、諸課校総伝。検案十四年、二百十九年、劉備を冠中王に推挙した軍臣たちの筆頭に、馬長の名がある、 三国志職士、選手伝。馬長は、左将軍、仮武士に任命された。勝負元年、二百二十一年には、狂気将軍、領収士史になるが、翌年、四十七歳で亡くなり、この馬将が後を継いだ。没する間際、馬長は、真の一門相続二百人余りは、総毛猛徳目にあらかた中殺されてしまい、ただ重邸の馬体だけが残りました。 土田えとしている宗家の祭祀を継承させてください。深く陛下にお託しいたし、もう申し上げることはございませんと、劉備に上訴している。京洋三年、二百六十年、以降の死亡を送られた。八日からは、馬長は父に背を向け君主に背き、領州の書を虐殺したと批判された。京の部の母からも、同様の批判をされたため、立腹した馬長は、 京ノのの母を殺害した。長老が娘を馬長と結婚させようとしたとき、長老の進化は、このように身内を愛せない者が、どうして他人を愛することなどできましょうかと痛めている。孫森は、馬長が父に背いたことを、家族よりも利益を優先した極端な残酷さであり、人質を取ることの無意味さを表す例として挙げている。期間、タスク審査では、 理犯と連合を繰り返し、一族を滅ぼし軍勢を失い、道に背むき徳に反したが、劉備に身を託したと評されている。陳寿は、馬長が武勇を頼んで一族を破滅させたことは、残念であるが、窮地から抜け出て安泰に至ることができたのだから、まだましではないだろうかと評している。生徒出身特に墓所が残る。同校十七年に、 元古聖聖将軍馬公弓名長寺も大きな墓との母碑が建てられ、前頭元年には立派な社殿が建てられている。研究文物保護単位。三陽光はじめきでは、馬長は劉備からの待遇が厚いのをいいことに常々、劉備の字を呼び捨てにしたため、目上には、官職名で呼ぶのが礼儀であり、字で呼ぶのは、完全に無礼、官と長妃が起こり、馬長を殺そうとしたという一文がある。 しかし、廃章氏は、関羽は当時、慶州の守りについており、駅州に行ったことはない。よって馬長と関羽が共に、劉備の傍らにいた事実は考えられないとして、この記述の信憑性を強く否定しており、単純に考えても、いくら馬長でもそれはないと擁護している。小説、三国支援では、その容姿が、免除勘玉、目は下流星、虎隊遠泌、 京原狼越しに描かれている、二式、馬長、金馬長として称えられている。初登場するのは、長安を占拠した、李覚一派と馬頭、関水が戦った時である。わずか17歳で敵将の利毛、王鵬を打ち取る鮮烈な活躍を見せるが、父の馬頭が敗れたため敗退している。演技においては馬頭は、 曹操と対立する両州の一勢力として描かれているため、炎症残党の高みきと馬一族の戦いは演技においては採用されていない。馬頭が曹操暗殺計画に加担していたため、後に暴略によって一族のほとんどを曹操に暴殺されてしまう。両州に止まっていたため難を逃れた馬長は、唯一生き残った重邸の馬隊と共に、 復讐のために兵を起こしたとなっている。挙兵と一族の殺害の前後が演技においては生死と逆転している。同館の復讐戦において、諸々のエピソードは史実をなぞっているが、ところどころで馬長の勇猛ぶりが史実に増して際立つように筆が進められ、特に曹操が渡化する際、馬長はその超人的な部で曹操軍を蹴散らしながら曹操を過烈に追う。 戦役益なばでは、巨著との一騎打ちが挿入されており、馬長は上半身裸になった巨著と演武を繰り広げる。各の罹患の刑により、関水と決裂して敗北するのは同じだが、関水はこの時に、曹操軍に寝返っており、両卿らを切ったことになっている。その後も挙兵するが敗れ、史実通り妻など残った一族をほぼ皆殺しに、されている。その後、史実と同じく、 漢中の長老のもとに身を寄せるが、劉将軍の援軍として派遣され、劉備軍の張飛と一騎打ちした事象は、演起の創作である。この時に馬長は、諸葛亮の策により、洋末の残言に惑わされた長老に疑われ、引き返せなくなる。そして理解の説得によって、劉備軍に不利、劉将を脅すことになったため、劉将は、援軍が来ないことを悟り、降伏するというものである。 馬長は職に身を寄せ、後虎大将軍に任じられて、曹操と劉備との冠中攻防戦で活躍する。だが、その後の馬長は、史実同様制裁を書き、清涼の二色と言われた力は発揮できなくなる。他に、劉禅即位後に、曹飛が芝居の進言で、五つの道を使い、職を攻めようとしたとき、その一つの北から攻めるはずだった強族は守備する馬長を恐れ、 攻め込まなかったという話があり、史実より延命したことになっている。死去の場面は描かれないが、北伐の際、諸葛亮が馬場の墓を訪れる場面がある。馬平、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。